浜岡砂丘浜岡砂丘の地図浜岡砂丘は、静岡県お前崎市にある砂丘。南遠大砂丘の一部で、お前崎遠州灘県立自然公園。浜岡砂丘より、遠州灘を望む浜岡砂丘空撮海岸線に、大使斜めに設けられた、防風林、防砂林の列。浜岡という町名は、町域南部の砂浜と北部の丘陵等を表すと、共に、 浜松市と静岡市との中間に位置していることに由来するものである。旧浜岡町の中心部であり、現在もお前崎市役所が置かれている池神殿の南部、新野川の川口一帯は砂丘が発達を見せている。これが浜岡砂丘であり、南縁台砂丘の中でもとりわけ大きな規模を持つものである。砂丘に堆積している砂は天竜川が 上流から運んできた土砂が、円周灘沿岸の潮流と強い西風に乗って、戦後になって、砂丘の規模が縮小傾向にあるが、これは天竜川上流におけるダム建設が影響していると見られている。砂丘の砂は風に飛ばされ、高松山や桜が池といった北部の丘陵にまで達する。古くは、砂丘からの砂による被害が多く、風下に位置する集落では、 畑が砂で埋没したことがあった。その対策として取られたのが人工砂砂丘というものである。当地では海岸線に対して斜めの方向で砂丘の列が作られている。はじめに大砂書きを立てておき、そこへ砂を堆積させていく。すると、西風は成長した人工砂砂丘によって南へと向きを変え、砂とともに海の方へと導かれる。こうした工夫によって、 被災被害の防止と景観の維持とを両立した浜岡砂丘は静岡県からお前崎演習など県立自然公園の指定を受けている。1964年映画砂の女のロケーション撮影が当地で行われたことから多くの観光客が訪れるようになった。その後砂丘規模の衰えや一帯の遊泳禁止措置などもあって観光客数は減少傾向にあったが 砂丘近くの白砂公園に植えられた河津桜が有名になると、これを見に訪れる花見客が増えているという。お前崎市の左円公神世の時代、当地は北部の丘陵を除く大部分が海中に没していた。関神世になると天竜川や菊川が運んできた土砂が海岸線に堆積し、砂丘を形成していった。すると丘陵にあった川や谷がせき止められ、 沼や出地が作られた。桜ヶ池もその一つである。現在の池神殿のあたりも古くは新野川が、き止められてできた新井の地と呼ばれる古障であったが、中世から近世の初め頃にかけて干拓され、現在のような平地が形作られた。江戸時代になると砂丘に開発の手が伸ばされる。初めに砂防、植林活動を行い、植えた木々の成長を待って開墾。 これの繰り返しによって難進していくという長い年月を要するものであった。農産物としては主にサツマイモが栽培され、大正から昭和にかけて欲しいもの生産が農家にとって重要な副業となった。1878年には、丸屋文禄が長野県から桑の苗木6万本を持ち込み、池、日田や桜を中心に養産業が発展したが、 昭和に入ってからの世界恐慌や科学繊維の発達もあって衰退した。当地の河川は流域面積が狭く、灌漑用水として用いるには不十分であったが、大井川総合開発事業の一環で改善がなされ、現在では茶やみかん、温室やビニールハウスでのゴやメロンの栽培、豚や鶏といった畜産も盛んである。文化年間には横須賀藩主、西尾忠義が 安防国から漁師を呼び寄せ、当地に地引き網に用いる漁網の製法を伝えている。遠浅の海岸には暖流に乗って、イワシの群れがやってくるため、地引き網漁が発達した。しかし、1937年の日中戦争勃発に伴い、大日本帝国陸軍が桜の海岸 20km にわたる区間に、東都海車場を設けたことで、地引き網漁は廃止されてしまった。 戦後、この車上を、浜岡原子力発電所浜岡原子力発電所の地図砂丘に立つ尾前崎風力発電所の風車群工業については、水不足や交通の面で制約を受け長らく発展を見なかったが、1967年に中部電力が桜において163万6000平方メートルの土地を取得し、1971年に、 浜岡原子力発電所一号機の建設に着手、九百七十六年に営業運転を開始させており、これを機に町は原子力発電所を地域の開発拠点と位置づけ、関連企業の誘致を積極的に推進した。浜岡原子力発電所にとって砂丘は堤防の役割をなすものであり、想定する津波の高さが TP プラス六メートル程度であるのに対し、 敷地の高さは TP プラス6から8メートル、さらに前面には TP プラス10から15メートル、幅約60から80メートルの砂丘が広がっていることなどから津波に対する安全性を確保しているもの途中部で遠力は説明を行ってきた。現在は2013年に施行された原子力規制委員会の新規制基準に対応すべく砂丘堤防の重上げ工事に加え、 総延長 1.6kmTP プラス 22m の高さの防波兵器を建設中である。浜岡砂丘を走る自転車道。ありがとうございます。